に、ポニタ石井です。カビタです。チャンナツです。はい、というわけで今回は新カードをなんと何枚紹介するか教えてください。30枚50枚入ってください。今日はなんと、なんといつも2枚のところ3枚も紹介します。1枚目、ゴンベごちそうサーチ。なんと自分の番に1回使えて、使ったら番が終わるんですけど、はい、コインを投げて表の場合、トラッシュから好きなカード何でも1枚選んで山札の上に置くことができます。はい、結構これまでも P とか特性だけ持っているタイプという感じでしたけれども、こちらもね、同じような感じのポケモンです。イメージとしては先行最初の番とかにね、ハイパーボールとか使ってガンガン回して、番の終わりにね、ハイパーボールをもう1回戻してから次の場にもう1回ハイパーボールを使うのがですし、結構ね、いろいろできそうな感じのポケモンです。このポケモン特徴はね、逃げエネゼロです。なんで状況を変えたい場面とかで、ね、1回出しておいて、うん、もし倒れなければ次の場に逃げられますから、結構便利かなという感じのポケモンです。はい、じゃあ2枚目いきますよ。はい、こちらです。じゃん、ギガキの特性がなんといってもね、一番の見どころかなと思います。次元の鍵爪、ベンチに出しました。はい、っていう時に使えます。はい、なんと相手のバトルポケモンの特殊エネルギーをトラッシュ、ダブル無色エネルギーも OK。 これまでね、こういう特殊エネルギートラッシュする効果のポケモンといえばね、カミツルギ GX でしたけれども、カミツルギはね、倒されたらね、最大が2枚取られるそうだねっていうね、ポケモン GX でした。ギガキャに関してはバトルポケモン限定ではありますが、その代わりね、ポケモン GX じゃありませんから、倒された時のリスクが少ないという感じですよ。このやり方がですね、技もね、超無色無色で70混乱、結構使い勝手がいいですね。タッグチームジェックとかね、逃げるエネルギーが重いポケモンがね、増えてきましたんで、はいはい、結構混乱はね、割と今は強いかなという気がします。なるほどね。はい、続きまして最後、じゃーん、クーパです。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 特徴は全部無色で技が使えます。ほう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 。つまりどのデッキにもいられるオールラウンダーポケモンです。はい、今日はね、実はテーマが3種類共通してまして、どのデッキにも入れやすいポケモンとテーマです。なるほどね。はい、このクーパもね、アクタイプでありながらどのデッキにも入れやすいという感じです。技アクの戒め、相手の場の特性を持っているポケモンの数かける20ダメージを追加する。つまり相手の場合ね、3匹特性持ちがいたら70ダメージ出ます。おお、素晴らしい。これは無色1個なんですよ。どのデッキにも入れられるんですよ。しかももう1個の技もね、無色3つでマイナショック80ダメージ出ます。弱点抵抗力けさしないっていう感じのものなんですけれども、ポケモン GX じゃありませんから、特性によって相手のポケモン GX からダメージを受けない方のクッパとかをね、突破する、そう、突破するにも便利な感じの。なるほどね。はい、というわけで今回は、新カードを3枚紹介してきました。ぼちぼちね、カードリストも公開されていくと思うので、ぜひ新しい GG エンド楽しみにしててください。というわけで今回は以上です。皆さん、また次回、バイバーイ。